ディガンバラ派は、ジャイナ教の宗派。ジャイナ教の二大教派の一方である、ディガンバラの医薬からソライ派とも呼ばれ、さらに裸行派と呼ばれることもある。ソラゴロモは、インドの宗教の中で様々な意味付けがなされる言葉で、ある。そういった宗派においては、多くの場合、例えばヤブユムのサマンタバドラサマンタバドリーのように、神々がソラゴロモで描かれる。ある教派でもディガンバラが、 インド中の多くのサドゥーによって、生涯を通じての習慣として実践されている。ディガンバラ派は、ジャイナ教の二大宗派の一つである。もう一つはシュベーターンバラ派である。シュラバナベルゴラにあるモンマテシュバラバーフバリゾ百978年から993年、アーチャーリア・バドラバーフがリーダーシップを取るまで、はっきりした区別は存在しなかった。 彼以降は何らかの区別が徐々に生まれてきた。一般にディガンバラ派の出家者が服を着ないのに対してシュベーターンバラ派、つまり白衣派の出家者は大抵白い布をまとっている。古参のディガンバラ派の出家者も服を着ないが、マハヤビーラの監修に従って、彼らは自分が裸だとは考えない。むしろ彼らは環境を、すなわち典型的にはアーカー者、つまり 空間を身にまとっている。ディガンバラ派ではこの慣習は、体の快楽や私的所有権といった欲求に屈することを拒絶することを表していると信じられている。ディガンバラ派でも、出家信者だけが衣服を捨てることを要求されており、在家信者にはそういった義務はない。ディガンバラ派の出家信者には、ク弱の羽でできた宝器と水を入れるための氷炭という二つのものの所有だけが許されている。 一方、シュベーターンバラ派の出家者は大抵白い衣を身にまとっており、裸でいることはもはや実際的でないと主張している。いくつかの違いが見られる慣習もあるが、マハーブラタ、アヌブラタその他の基本的な原理は2つの教派の間で変わらない。北インドのサラバギア、アグラワルと同様に、ラージャスターン州、マディアプラデーシュ州、ブンデルカンド、ウッタルプラデーシュ州、 マハーラーシュトラ州南部、カルナータカ州、タミルナード州の伝統的なジャイナ教のコミュニティは皆、ディガンバラ派である。グジャラート州では、ジャイナ教徒の多数派はシュベーターンバラ派に属するが、フマドや、ナルシンガプーラのようにディガンバラ派に属するコミュニティもある。前述のカンデルワルつまりサラバギの、サブコミュニティに属するジャーティとして、チャットとパンチャム、ボガル、カサル、パトニ、セティ、 トンギア、ララ、ラオラ、カスリワル、ゴダ、バドジャディア、バトワガール。これらは主にラージャスターン州に損する。彼らは先祖の代から商業に携わり大きな富を築いてきた。彼らによってジャイナ教の寺院や私有の大邸宅がジャイサルメール、ウダイプル、ジョードプルなどに築かれた。ディガンバラ派のコミュニティには他にパドマーバティポルワル、サイトワル、ラド、 バゲルワル、アッカルワル、ビサメワダなどがある。パルワルは主に、ブンデールカンドに存するコミュニティである。このコミュニティは最も多くのジャイナ教徒に知られており、最も多くのティールタンから研究者がパルワルに属している。ディガンバラ派の主要なアーチャーリャ、ディガンバラ派は10世紀頃に2つのコミュニティに分かれた。20世紀最初のアーチャーリャである、アーチャーリアシャンティサガルは、 聖なガナに属した。今日、ディガンバラ派のほとんどすべての修行者が直接にしろ、間接にロコの派閥に属している。シュラバナベラゴラやムドビドリのバッタラカは、デシアガナに属し、フンバジのバッタラカは、バラトカラガナに属している。今日のディガンバラ派の主なアーチャーリアとしては、アーチャーリアビディアーサーガル、アーチャーリアワルドマンサーガル、アーチャーリアビシアランド、アーチャー、 ャプシュパダンとアーチャーリア・デイバナーンド・ジー、アーチャーリア・アビナンダン・サーガルジーがいる。アーチャーリア・アビナンダン・サーガルジーとアーチャーリア・バルドマン・サーガルジーは、アーチャーリア・シャンティ・サーガルジーの現在のパッタチャリアである。テレパント改革に従うものは、テレパントと呼ばれる。より伝統的な慣習に従うものは、ビサパンティと呼ばれる。実際には、歌舞伎派の区別は重要ではなく、 はっきり区別される、別々の組織など存在しない。ディガンバラ派の中で、タタンパンティは、タランスワーミに従い、漢字パンティは、漢字スワーミに従う。ありがとうございます。